お疲れ様です。ラッタです。今日はですね、こちらのクラロ史上最も軽い 1.3 できてグラチレン何勝できるのかチャレンジやっていきたいと思います。さあ、ということでですね、まあ、クラロで一番軽いです。このデッキは。これ以上軽いデッキは存在しません。で、まあ、2コスの枠をいじるぐらいなんですけど、まあ、1コス5枚とミラー強制でっていうわけで、いじれるんですが、ウォールブレイカーがないと、やりこぶとボンバー、やりこぶとコウモリで戦えません。はい。ダメージ入んないんでね。ってなった時にウォールブレイカー必須でもう一枚がフリー枠だったんですけど、悩みに悩んで悩んだ結果やりゴブにします。というわけで今日はやりゴブ型でちょっとチャレンジでマジグラッチャで何勝できるかちょっと皆さんぜひ予想してみてください。ではいきましょう。さあというわけで、このデッキ結構ねやり込みました。やり込んだって言い方も変なんですけど、結構ね触ったんですよ。勝てなさすぎて触って、さっきね一人でこうプライベートでチャレンジしてたんですけど、結果は1勝でした。1-3 でしたね。うわー待って、ちょっとめんどくさい。まあでも今回はね12勝する気でいます。よいしょ、ほい。おかしい、今のおかしいやろ、許せん。いやマジでね、何がきついかって防衛がきついんですよ。なんか前に1回 1.4 やったんですけど、 1.4 とはもう比べ物にならないくらいきついです。何がきついかって、やっぱその盾、アイゴレみたいな盾がないんですよ。そうだからなんか守れないんですよね。マジでマジアチャとかさ、もうベビドラとかファルチでも何でもなんだけど、アイビズとか範囲系の攻撃のやつらが来た瞬間にもうくたばるんですよ僕。そうだから、それがねちょっとつれえなっていうとこですね今回。いやうまいよ俺マジで自分で言うな。いやでもね、もうコツはねさっき学んだんですよ。ウォールブレイカーミラーです。ウォールブレイカーミラーをしまくるのがガチで大事です。だったら適当にこうもうなんかつけとく、1コス1枚つけとくと奇跡起こしてくれます。よいしょ。いや12レベルだからね届いちゃうんですよね。ねえ、まあ、これはもうね、やりゴブとか。そのね、アチャクニはね、地味なんですけど、意外とね、やっぱ受けが多いもんで、私もね。よいしょ、なんとかはなる。痛いけど、なんとかはなるよね、っていう。さあ、バレル来たらね。いや、オールブレイカー攻めたいな。いや、ここマジで、一罰もつけずに、あれよ、一勝できたらガチで熱いからね。いや、マジで皆さん何勝できるか予想してください。俺は12勝する気でいます。よいしょ、ほい。あーこれもこっちにオールブレイカーだったな。いやガチで回転早いからな。いやー持ってねえ、これやべえ。このデッキあるあるなのが、最後まで170ぐらい残って負けるんですよ。やばい、下手くそしてる。いや入る、でかい、マジでかい。いけ。さあ、ハシムプリンとかねえのも熱いな。いやー、ヒールナイス。ヒースピか。もう名前なんてどっちでもいいわ。やばい、待って、そのウッドやばい。追いつかれたくない。追いつかれると終わる。で、この真ん中で、ウッドとかの、ウッドもねえわ。竹取って。え、どすこい。おい。でか。僕のね、この1.3のチャレンジ記録、一勝で、多分、世界記録だと思うんですよ。多分 1.3 デッキであんまこうやる人いないんでね。1.3、クラロ最軽量グラチャレチャレンジ世界記録、ギネス記録一勝です、今のところね。さあ次がではね、もうギネス更新です。じゃあ行きましょう。いやマジコツは、オールブレイカーでね、無限です。ちょ、マジでやってみて。俺の記録を超えてくれ、そして誰か。まだ記録出てないけどね。うわーこれやべえ。マジで頑張ってんだけどな。頑張っても勝てねえのが、これ。いやーカード回ってくの遅えな。もうちょっと欲しい、もうちょっと。やばい、痛い。いやばい、ずるい。ずるやろ、それ。うわぁ、痛え。もう泣きたくなっちゃうね、こんだけ受けると。いやー、でかい。で、このデッキはまあ、今みたいに守れないんですよ。まあ、当たり前なんですけど、守れないんですよね。だから、いかに許容して、まあ、その2個目の建物を狙っていけるかっていうのが大事になってくる。でなぜか知らないけど、キング起動してます。なぜだ？それはマジでわからない。さあ、あとはウォールブレイカー、ヒースピと、なんかね、その辺やっていきたいよね。いや、あのプリンセス、マジ邪魔だな。いや、ウッドネイの祈って1.3
って一旦、いやマジ邪魔すんな、おー熱い熱いマジ熱い、おーど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 ー熱っ、でプリンセスが邪魔、おーそういう系ね、いやー待って、そういう系結構きついんだよね俺、苦手部門、いやー得意、いやー痛い痛い痛い、いやー待って、これ逆ヒースピオールブレイカーしないとミラーオールブレイカーできないとこれ攻めれないんですよね、いやでもいいやそう攻めれないんですよ、うわ痛い、まあまあまあ、いやワンチャンあるぞマジで、俺の自己記録最多更新みたいな、いやでかいでかい、しかもやりゴムで落ちるでかい、お前邪魔すんなあちゃん、でかいでかい、えなんかすごく俺がすごいのか相手が、相手的なやつ、これは俺はすごくない気して、褒めてほしいな、でも頑張ってるから俺の努力を、こう頑張ってターゲット取って、いやいい、いやいい、さからのここでね緩めるのは初心者、いけいけ、レッツゴー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 パーティーレッツゴーパーティー、なんならキング、キング、これキング行かないと1500守れる俺、いや待ってこれやばいわ、でも守れない気がしてきた、うん、いや待ってくれよ、それは違うって話が、お兄さん、お姉さんなのかあんたは、おばちゃん、あそれはなんか生きて、生きてね、生きてるけどきついんだ、いやまあタワーが強いな、よしよしよし、わあ待って、自己最多2勝ですグラチャレ 1.3 デッキ記録保持者になります、僕は、うい、いやめっちゃ入るじゃん全部入ってんじゃん、あとやりゴムミラーとかもなんか防衛強そうだけどな、やっぱ攻めたくなっちゃうっすよね、やべえこれ、あでも俺のダメージの方が入りそうじゃない、アイスピー、いやスピー系強い、起きたキング、このデッキでキング折れる、すごくね、よし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 、いやいけるぞ、これマジでいけるぞ、ね思った以上に勝ててる、いや本当に勝てなかったんですよ、俺が上手くなってるんですよねこれマジで、さあ来い、あ一つ言っとくと、エレジア来たらタスク切ります、はいマジでタスク切ったことあんまないけど、エレジアさすがに無理だよな、いやこちょっとあれだな、いやーいて、あー12オールブレイクやっぱ出したかったよねっていう思いが、うわーこれ金起動してーな、後衛絶対来るよな、なんかめんどくせえのが来るぞこれ、まあ、一旦美味しいサービスですね、このメガナイトはもうアドでしかないんで、うん、いやガチでありがてえ、さあ金起動美味しくいって、いや12なら入るんじゃない、いやそうなんだよね、12マジで優秀すぎる、であとは真ん中に合わせながらキングギドしてるからね、よいしょ、痛い痛い痛い、危ない危ない危ない、ふう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 からの、いや今回メガラムか、形組まれたらやべえ、ん形組まれたらやべえなら形組ますんじゃねえよ俺って話、うん、エレキ、あーメガニート、マジで苦しい苦しい、毎回このねメガナイトキングに持って行ってあげないといけないじゃん、このキングが落ちるかもしれない、もしかしたら、やべ早かったちょっと、あやばい待って待って、あやばいやばい、そういうのマジで持ってないからいらない、よいしょ、うんうん、いやーいてー、これこれでも勝ったらねかっこいいよね、ね、ただそれだけ俺が勝ちたい理由、勝ったらかっこいいよね、で間違いなくもう2サイド狙っていかないと負けるんですよ、よっでかい、ガチででかい、ガチででかいし、ヒースピ添えたかった、いやゴース空振れ、いやさすがに空振れは無理か、ゴース殴ってからでいいや、えちょっと刀長すぎやろ、さあもうゴリゴリいっちゃうよ俺ぐらいになると、うん、おっ回復して、うわめんどくせえの来た、マジでめんどくせえの来た、溶けて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 、いやラムライダー止まらんやないかこのデッキマジで俺は一体何に切れとんや、もういや待ってこれお願い、止まるな止まるな止まるな、止めんなよ、いいボイスんじゃねえや、あ終わる終わる終わる、いや頑張ってるよ、俺も俺も頑張ってんだ、誰か誰か応援してくれ、くっそ、いやワンチャンあるよなマジ、
こタルババかユニットか、いやあとちょっとなんだけどな、うん、いやでもこれワンチャン飛来神できん、こんだけタワーの HP ねと飛来神祭りじゃねこれ、あーまあまあまあ初めて負けましたね、まあまあまあチャレンジ長いですから、やっと罰がついたっていう、やっとか、しかもワンチャンなんかありそうだったよな、さあよろしく、いやこのチャレンジ流行るぞ多分、 1.3 で何勝できるのかチャレンジ、まあやりごろなくな、ワンチャンコウモリとかの方がいいのかな、どうなんだろうな、でもコウモリとかを延命するさあれがないじゃん蓋みたいな、そうなったら別にコウモリである理由がないっていう、さあ今回相手はコカッちゃんか、いやコカッちゃん勝てそうなんだよな、もし相性良さそうじゃない、まあ雪菜もちょっと話しきれな、いやしかもハイスピさてか復帰ややべ、ふうでも雪玉使ったねあんた、あーこれ刺さるな、ウォールブレイカー連チャン来るよこれ、一旦攻めてこねえかな相手、あー一旦守って、あーおいしい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 、はい攻めてくるね、攻めてくる子にはバツいておい、どっちが通るやろ、右ですだね、オッケー、いやしかもレベル12ってそこそこ火力高いんですよねこれ、いやしかもこのハイスピですら無視できないんですよね、いやー無視してくる痛いよそれ、いやマジでアウプリとかいいな、なんかうん幸せな気持ちになれるとか言って負けるんやな、さ雪玉が嫌だよね、わーしっかり守ってくるんだねあんた、おお怖い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 、一旦散歩してもう一旦散歩してほしいな、いやこれキングとかもしてねえのか、いやこのペース行っていいけど知らなしか、やべえなんかキング起動してると思ってた、起動する方法ねえのにバカじゃん俺、痛すぎ、いやもうこれコストないけどごまかしの攻めだよね結局、いや一発、いやー今の欲しかったな、さあ男の許容、もう許容しかないんでね完封なんてできないんでね、ぶっちゃけ、あーそれめんどくせえな、でもヒースプレさ飛んでさあるよねこれあるよね、いやヒー、あーマジかよ裏切りのヒースピ、うん、これなんかめり込んでさあー完封できねえか、痛い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 、いやワンチャンあるぞこれ、入れ入れ、いやーあとちょっとなんだよ、いやマジであの後半のさこのあとちょっと世界一遠い、あのこれやばいんですよマジ、一回体験してみてもらえたら分かるんですけど、あとちょっと世界一遠いんですよこれ、何か言ってんのって話じゃん、いやマジでワンチャンをつかむにはこれしかねえ、ガチで歩くね、ガチで歩くね、えあらあらマジある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 マジだるマジだる、邪魔すんな邪魔すんな、あちょっと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 、ロケットも来たら終わる、ロケット来たら終わる、お願いやめて、うわー35やないかい、もうあーもう頭おかしくなりそう、いやー待ってよ、でもボルプレカ4連チャンも強いな、いやこれ新しい能力得ました僕、いきますこれ勝ちます絶対、いきましょう、いやー最後あんなに入ったからね、やっぱボルプレカ4連の1コス3枚ぐらい添えるとマジであるな今の、いや悔しいな、なんかやっぱ絶妙に勝てそうなんだよな、それがなんかね腹立つんですよ、勝てそうなのに勝てねえっていうのがね一番つらいからなマジで、さあウッド、いやーこっちにウッド、いやーこれもう絶対無理なやつやん、クイックロイフです、ロイフ来てクイックだれてジージーゲーミーがないかい、ホグです、ホグもきついって、ホグもきついやろ、どっからどう見ても多い、よいしょ、釜振るな釜振るな、あチャレンジ終了のお知らせが近づいてきましたね、非常にテスラかユニットで、あーこれ無理っすね、うーん絶望ですわ、なんかダメ、エレジェイとかも多分相当きついんだけど、まあ、それとどういうことやね、もうこんなウッドでさあー引いちゃった、いやーワンチャンねえのかな、さっきみたいな奇跡起こすウォールブレイカー、ウォールブレイカー、これ回ってないんですよね相手、
テスラか。ヒースビルのさ、回復って結構事故れるからな。みんなやがちゃった。やがちゃった。もうちょっと残れや。いやもう、やめてくれよ、ダークネスタンプ。で、ここでバルキリーなんですよね。一旦凍ってもらって。よいしょ。届かない。さあ、グッドゲームです。いやー、2勝が限界か。やっぱなんか全体的に勝てそうなんですけどね。よいしょ。このやりゴブがコウモリだったら世界変わんのかな。際どいラインか。いやー待ってよ、もうこれはもうダメージ入りません。早く試合終わりてえもんこのさ、マルチとかやっててさ、たまにないこのもう負け、ほぼ負け格なの。いやーもう無理なのよ。もう序盤の最初の30秒ぐらいで、あ、終わったってなるんだけど、もう戦いしなきゃいけないね。しかもそういう時に限って相手がめっちゃゆっくり立ち回ってくるっていう。違う違う違うって。もうきつい、もうきついっていう。あ、なんか後半になってさ、この雑にイケイケになった時の方が強い説ないこれ。あれ待って、ワンチャンあるなんかさ、後半のこの雑イケイケ具合がね、意外といい感じだって打つんだけどね。まあさすがに守れないんだよな。いやー惜しいなー、惜しくもねえかね。いや後半やっぱウォールブレーカー、ウォールブレーカーの1コス1コス1コスウォールブレーカー、ウォールブレーカーできんのよ。そうそうそう、それがねちょっとだけおもろい。しかもヒースプレー回復できるしね。あ、これこれこれ、あーくそー、悔しいぜ、悔しいですが、ぜひね、チャレンジした、何勝でしたね報告待ってます。皆さんぜひやってみてください。だから2勝で3連敗したんだね。だから2勝の壁がゴリーっすね。というわけで皆さん、よければチャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。これね、ちょっとまたやりたいな。俺、リベンジしたいわ。自分の記録は2勝なんですけど、まあ、これを更新したいですね。はい。他の YouTuber にもちょっとね、やってほしいなと思います。では、お疲れちゃんでした。またね。